よごと若い娘のところへ通い子種を授けるという話が書かれているよ縄文土偶はすべてマムシの神に子種を授けられている最中の若い女を表したものだよ。初交機土偶の目にはマムシ特有の一筋の瞳孔を表したものだ。 つまり若い女に甘くなっている心霊が大物主の神のようなム虫の神というわけだ土偶は全て若い女を表現しているよ。遮光器土偶には巨乳の女も多いなあ。